一つの大陸の物語、シリーズリリアとトレイズ。リリアとトレイズは、電撃文庫より刊行されたしぐれ、沢イ一イによる、ライトノベル、および、それを原作とした漫画。原作のイラストは、黒星紅白。一つの大陸の物語シリーズの一つで、アリソンシリーズの続編にあたる。シリーズ累計で110万部を突破している。アリソンと共に、アリソンとリリアとして、 テレビアニメ化された。また、本作のスピンオフ作品として、メグとセロンシリーズが、電撃文庫から観光されている。世界観については一つの大陸の物語シリーズ、世界設定を、参照夏休み。アリソンが急な訓練で出かけられなくなり、リリアは遊びに来ていた、トレイズを同行として、旅行に出る。目的地は、トルカシア国のラーチカというクールズ内海に浮かぶ。 海上都市。その街のアトラクションの一つである遊覧飛行中、不時着していると思われる飛行機を見つけ助けようとしたが、リリアたちの飛行機のパイロットが撃たれ死んでしまう。その光景を目撃した二人は、理由もわからないまま追われ、逃げているうちにある一人の老人に出会う。彼の手引きで、ロクシェの首都に戻る飛行艇に乗せてもらうことになったが、その飛行艇の影には、 様々な組織の思惑が交差していた。冬休み、リリアとアリソンは、トレイズの誘いを受けて、イクスに行くことになった。大晦日の晩、リリアとトレイズは、湖畔の別荘でひたすら暇な時間を過ごしていた。同じ頃、その別荘から数キロ離れた王宮の離れで、ベネディクトとフィオナは、身内と限られた客人たちでパーティーをしていた。しかし年越しの瞬間、 フィオナたちは、テロリストと化した客人に襲われ、捕まり、数人が殺されてしまう。そこから、命からがら逃げ出した女性の連絡を受けた、トレイズとリリアは、皆を助けるため離れに向かう。春休み。リリアは、休み明けのダンスパーティーの相手を決めることができぬまま、アリソンと一緒に、列車での旅行に行くことになる。一方、トレイズは、向こう入り話の相手である。 ベゼル王室のマティルダ王女の観光案内役を引き受ける羽目になってしまう。リリアとトレイズは同じ列車に乗り合わせ、その列車で突如殺人事件が発生、とてつもない陰謀に巻き込まれる。アニメ版の声優については、一つの大陸の物語シリーズテレビアニメ、アリソンとリリアを参照。リリアとトレイズ愛そして二人は旅行に行った。 上 i s b n 四から8 4 0二二九九三七2そして二人は旅行に行った、下 i s b n 四から八四840230374、3イクストーバの一番、長い日、上 i s b n 四から八千四百二から三三千百四十二 X4。イクストーバの一番、長い日、下 i s b n 四から8 4 0二三四二七二 v 私の王子様。 上 ISBN 978から4から8402375436私の王子様。下 ISBN 978から4から840238007シルフにて晴レ弘ヒ作画で連載。全2巻。ありがとうございます。